アランガは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデベタンソスに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は2113人。住民故障は、ラングス、エサ。ガリシア語ア社の自治体人口に占める割合は99.17%。アランガは、アコルーニャ県の東部に位置し、コマルカデベタンソスに属する。 面積は119.6平方キロメートルで、北は、イリショアと、モンフェイロと、東は、ギティリスト、南は、クルティスト、西はオサ、ドスリオスとコイロスの各自治体と接している。自治体内をマンでお川が流れる。県とアコルーニャからは、南東50キロメートルの距離にある。平均高度はおよそ海抜262メートルである。アランガは、 ベタンソス司法管轄区に属す。住民は6の教区の140の地区に居住する。サンビトリオ礼拝堂の周辺には、ドルメンやカストロなど戦士時代の遺跡が残されている。またコスタドサルには、ペトログリフや古墳、その他の遺物が残されている。フェルベンサス教区には、バジョ、カサレージョス、コトーラスの3つのカストロが残されている。また、オノや 矢尻などの遺物も発見されている。ウニフェラル教区でもカストロが発掘されている。自治体市長はガリシア国民党のアルベルト・プラータス・アルバレスが、自治体評議員はガリシア国民党、6、ガリシア社会党、4、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。アランガは6つの教区に分けられる。ありがとうございます。